はようこそおいでくださいました。私、文化放送の石井園子と申します。よろしくお願いいたします。ビルバ西郷ジョイントリサイタル、今夜このステージで夢のような共演が実現するわけでございますね。ビルバさんといえばカンツォーネの女王として、そして特に日本を愛してくださっている歌手として大変に馴染み深い方でいらっしゃいます。彼女は今回で5度目の来日でございます。そして今回、今夜このステージで西郷輝彦さんとの共演でございます。西郷さんは前々からミルバさんの大ファンということもございまして、もう大変に張り切っております。ぜひとも今夜のステージは成功させたい、先ほども熱っぽく語っておりました。きっと2人の素晴らしい歌声、そして息詰まるようなステージを皆様にお見せできることと思います。Vola il mio passo sopra questa terra amata, suona il mio passo come un gran tamburo, disco di gioia e libertà. Sento vicina, sento nelle nostre mani, e ogni di campari tutto la sospirata libertà. Vola il mio passo sopra questa terra amata, suona il mio passo come un gran tamburo, ritmo di gioia e libertà. Sento vicina, sento nelle nostre mani, vedo negli occhi dei compagni tutto la sospirata libertà. はい、僕は実はまだ今までいろんなリハーサルをやったんですけども、彼女とはまだ直にあまりお話はしてないんです。っていうのは僕も全然イタリア語ダメでしょ、はい、今とっても素敵でしたけど、いやいや、これ全然意味わかんないんで歌ってるんです僕。すいません。実を言うと自分も日本語わからないで歌ってでも合ってるお二人ですね。今夜は素晴らしいですね。僕がお聞きしたいのはたくさんあるんですけどもね、何を聞きたいかってやっぱり声のことを聞きたいですね。素晴らしい声ですもんね。どうしてあんな大きな声が出るのか、どこから出るんですか。una domanda alla quale è un po' difficile rispondere. Forse avrò le corde vocali grosse come le mie braccia, non lo so. È una cosa naturalmente che mi ha dato madre natura, non è merito mio.今の質問は大変難しいので、自分の声帯がきっと自分の腕ぐらいに大きいのでああいう声が出るんだと思いますけど、これは自分 の功績じゃなくって、もう自然に生まれつきのものだと思うっておっしゃってます。私からちょっと質問していいですか。はい、どうぞ。西郷輝彦さんというのは日本では大変に女性ファンが多い歌手なんですけれどもね、ミルバさんから見た西郷輝彦さんの男性としての印象はいかがでしょうか。mi pare che ci sia poco da dire, si vede,
e quindi è un bel ragazzo e oltretutto canta molto bene. とても歌がお上手ですし、自分何も言わないでお客席の皆さんがご覧になっただけでも素晴らしいことは分かるでしょ。素晴らしいですね。じゃあもう最後に素晴らしく気を良くしたところで、これ以上質問しないのが良さそうですね。ミルバさんは後ほどまた歌っていただきましょう。ありがとうございました。どうも。また楽しみにお待ちください。